皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。では、かまいたちの夜、続きやってまいりましょうか。ちょっとスパイ編に入ってから、随分経ちますけどね。いや、もう、としおさんがお亡くなりになったのではないかというところで、やっていきましょうか。まあでも、駆け寄ったら、下手したら私撃たれるから、B かな?僕はドアからそっと顔を出し、外を覗いた。ダメ!マリがすごい力で腕を引っ張る。再びあの機械音が聞こえ、床にミシンのような穴が開き、木片が舞い上がった。どっちにしろマリが止めてくれる感じ?僕は体勢を崩し、尻餅をついた。が、その寸前僕は見た。あー、緑かー。緑さんがウージーサブマシンガンを、腰ダメで構えている姿を。やっぱ緑か。なんかおかしいと思ってんな。あの OL 二人が来た後に緑さんが来て、マリさんがいることが想定外でびっくりしてた様子やったから。緑さんが、僕は呆然としてつぶやいた。緑さんだったの?かまいたちはどうしてる?引っ張って連れて行こうとしてるみたいだった。マシンガンを持って、あれでとしおさんを。廊下のとしおさんは体のあちこちから血を流しながら倒れている。まだかすかに息があるらしく、ヒューヒューというかすれた音が聞こえていた。一体どうなってるんだよ、マリ。確かに言えるのは、緑さんがダブルスパイだったってことよ。ダブルスパイ?はじめからどこかの国に雇われていたのか。それとも金に目がくらんで裏切ったのか。いずれにしてもかまいたちを敵側に売るつもりなのは間違いないわ。まあ、私はあのトリプルスパイを知ってるけどね。立ちの悪いトリプルスパイを。マリは曲がり角まで行くと腰を落としてそっと向こう側を伺った。いないわ。外に出たのかしら。体を上げてとしおさんの傷を確かめる。しっかりして。声をかけると、としおさんはうっすらと目を開け、かすかに首を振った。唇が動いたが、声までは聞き取れなかった。やがてがくりと首が倒れた。どうやら息を引き取ったようだ。僕もマリも何も言わなかった。ただしばらく、としおさんの亡骸を見つめていた。やがてマリが顔を背けるようにして言った。佐伯、何?力になってくれる?僕は一瞬答えをためらった。目の前で人がサブマシンガンで撃ち殺されるのを見た直後では、それも当然だろう。僕はこんな風に蜂の巣にされて死にたくなかった。しかし、僕はまた、こんな風に平気で人を撃ち殺せる人間に怒りも感じていた。僕は迷った挙句に答えた。まあ、B は、C とか怖いよな。もう今からフラグ踏むでって感じやんな、これ。A がスマートやな。できるだけのことはするよ。スパイ戦なんかはどうでもよかった。日本側だろうがアメリカだろうがそんなことは関係ない。今はただ緑さんが憎かった。その時、窓の外からエンジン音が響いてきた。逃げるわ。マリがはっと顔を上げ立ち上がる。そして何を考えたのか、やおら近くの部屋の扉を開けると、その中に入っていった。マリどこへ?僕が追いかけようとすると。それを着て。彼女はすぐに飛び出してきて、手に持ったダウンジャケットを放って起こす。あ、寒いから?早く逃げられるわよ。僕たちは片袖を通しただけの状態で廊下を駆け抜けた。玄関に回って靴を履く。ペンションから出ると、雪と風が刃となって切りつけてきた。その時、裏から回ってきたスノーモービルが吹雪の中を走り去るのが見えた。なんか展開が、誰かまではわからなかったが、乗っているのが二人なのは確かだ。最近、スノーモービルの運転できる?
マリが叫ぶ。まさか。そうよね。じゃあこれはあなたが持ってて。返事をする間も与えず、彼女は僕の手に拳銃を押し込んで走り出した。その黒い鉄の塊は見た目よりもずっしりと重く、そして冷たかった。これを僕に使えというのか。マリの姿は吹雪の中に消えていた。階段を降り、白い闇の中を透かして見ようとしたが、どちらに向かったものかもわからない。闇雲に動かない方がいいかもしれない。そう心を決めたとき、さっきのとよく似たエンジン音が聞こえてきた。2台目のスノーモービルをマリが持ってきたのだ。さあ後ろに乗って。彼女はスキーマスクの上にゴーグルをかけ、手袋もはめている。恐る恐るマリの背中につかまるように腰を下ろしたら、途端にスタートする。わあ、反動で上半身がのけぞった。思っていた以上の加速だ。僕は慌てて座席の下を持った。飛ばすわよ、マリが叫ぶ。冗談じゃない。デコボコした雪面を走る様はまるでロデオだ。振り落とされないようにするにはマリの体に捕まるしかない。僕は胸のあたりに手を回し、でもあれって胸のあたりに手を回してるよな。お尻を抱くみたいにが一般的なやり方？背中にしがみつく。胸はあからさまでバレちゃうやん。どこ触ってんのよって。でもお尻さ、わからんときない？これお尻かな？いや、なんかちゃうよなみたいな。お尻。お尻を抱くみたいに腰に手を回した。しっかりしがみつこうとすると、僕の股間がどうしてもマリのお尻と密着してしまう。まずい。僕は手をお腹のあたりにずらし、腰が密着しないよう位置を変えた。想像力豊かやな。吹雪のせいで道はもちろん、スノーモービルの鼻先さえ見えないような状態だったが、マリは臆することなくスピードを上げた。モービルは雪の上を暴れ牛のように飛び跳ねながら、林の中の道を駆け下る。シートに繰り返し叩きつけられる衝撃が背骨を突き抜け、マリの後ろにいてさえ吹きつける風が一瞬にしてむき出しの顔と手を凍らせる。耳や手はちぎれそうに痛みなすが、すぐに感覚そのものがなくなってしまう。早すぎるよ、もうちょっとスピード落とした方が。しっかり捕まっててよ、マリが僕の言葉を遮って叫ぶ。次の瞬間、僕たちは宙を飛んでいた。気が遠くなるような無重力感が永遠に続くかと思われた。わあ！僕は恐怖のあまりたまらず叫び声を上げていた。これ何のゲームやった？なあ、ちょっとこれ何のゲームやったっけ？鞭打ちになりそうな強烈な着地の衝撃が襲う。危うく舌を噛むところだった。マリも僕もまだこの暴れ牛から振り落とされず走り続けていることが奇跡としか思えなかった。追いついたわ。すごいな、追いついたんや。そう言われても吹雪の分厚いカーテンに阻まれ何も見えないが、かすかに別のエンジン音が聞こえる。しかしこっちに聞こえるということはあっちにも聞こえているということだ。いきなりマシンガンを撃ち込まれるのはごめんだった。そんな僕の心配に気がついたのか、マリは言った。こっちに有利なことが一つだけあるわ。なんだい？運転しながらマシンガンは撃てないってことよ。それはそうかもしれない。しかしこっちだって拳銃なんてものに触るのは生まれて初めての人間なのだ。見えたわ。マリの叫びで前方を見透かすと、追突しそうなほどの近くをもう一台のスノーモービルが走っていた。マリは速度を緩めるどころかさらに上げ、突き出たソリの先端をゴンゴンと後部にぶち当てる。風のせいか一瞬吹雪が晴れ、振り向いて歯をむき出しにしている緑さんの姿が見えた。かまいたちは彼女の背中にぐったりと倒れかかっているようだ。意識をなくしているのかもしれない。マリが一旦スピードを落とすと、
たちまち緑さんたちの姿は見えなくなった。マリは声を聞かせまいとスピードを落としたようだった。いい、これから隣に並ぶから飛びついてかまいたちだけを引きずり下ろして。無理やって、これ走ってる乗り物からこう下に落ちるってことやんね。走ってる乗り物から飛び降りたら大怪我するよ、 G の関係で。簡単そうに言うが、このスピードでそんなことをしたら一体どうなると思ってるんだ。田中さんなんてちょっと分からんけど、ご年配そうやからさ、獅子が吹き飛ぶかもしれん。しかしやるしかない。まあ A ですわな。もう流れ的に引き受けるしかないよな。しかしやるしかないことは分かっていた。いいわね、大丈夫、車体に当たりさえしなけりゃあとは雪が受け止めてくれるわ。あー、そうか、雪か。こんだけ吹雪いてる地域なら雪がふかふかかな。マリは簡単そうに言ってのけると再びスピードを上げる。再び視界に捉えるのにはさほど時間はかからなかったが、向こうもスピードを上げて容易には並ばせてくれない。右に行けば右、左に行けば左に寄せてくる。ちょっと揺れるわよ、しっかり捕まって。何をするつもりなんだと聞く暇はなかった。マリは一旦左にハンドルを切ってから思い切り右に突っ込む。雪に突っ込むぞ。僕は悲鳴に近い叫びを上げた。雪かきでできた土手状の壁にぶつかる寸前、マリは体を大きく左側に傾けて右側のそりを浮かせる。一瞬転倒すると確信して僕は目をつぶった。しかし浮いたそりはしっかり雪の壁を捉えていた。スノーモービルはカタリン走行のような格好で緑さんのスノーモービルの脇へ強引に割り込んでいく。真横に並んだ時、緑さんがこちらを見てにやりと笑うのが見えた。ぶつけるつもりだ。もし今ぶつけられたら不安定なこちらのモービルはひとたまりもないだろう。緑さんがハンドルを切った。今よ。これさ、佐伯くんすごない？こんな状況でもさ、自分の股間がマリさんに当たること気にしたりさ、プロでもなんでもないのに走ってるモービルから走ってるモービルに移ったり、これ佐伯くんがえぐいっていう話やな。マリが叫ぶのとほとんど同時に僕はシートを蹴りつけるようにして飛んで、できるこれ。タックルのようにして田中さんの体に激突すると、そのまま僕たちは雪の上に投げ出されていた。わあ！どちらの叫び声かもわからなかった。雪が受け止めてくれるだって？激しい風に吹きさらされた説明はまるで氷のようだった。まあ、でしょうね。別に雪って綿じゃないからね。全身を激しく打ち、息が止まった。まあね、ふわーんって受け止めてくれるものやったとしたら、スキー中の事故ってないもんね。スキーで骨折って、そうそう。僕たちは転がり、滑り、反対側の雪壁にぶち当たって止まった。全身が雪に埋もれて抜け出せず、何も見えない。少し離れたところから激しい衝突音が響いてくる。モービルが転倒したか、木にぶつかるかしたらしい。マリノか、それとも緑さんの方か。確かめたかったが、体中がさっきの衝撃で痛くて、とても立ち上がれそうにない。頭を抱えながら二人でしばらくうめいていると、呪いのこもった声が聞こえてきた。え？邪魔は？邪魔はさせないわ。やっとの思いで顔を上げる。吹雪はもう止んでいた。緑さんがよろよろとこちらに近づいてくるのがはっきりとわかる。額からは血が流れていたが、両手にはしっかりマシンガンを下げている。マリはどうしたんだ？僕の視線に気づくと、緑さんは立ち止まり、銃口をこちらに向けた。かまいたちから離れるのよ。動けないんだ。その言葉に嘘はなかった。だがたとえ受けたとしても同じことを言っただろう。この男から離れれば、
即撃ち殺されることぐらいは僕にも分かっていたからだ。あ、そうか。田中さんを殺すわけにはいかんからか。まあ、大体、ええよな。とにかく質問でマリさんの到着を待つ。とにかく質問で時間を稼ごうと思った。みどりさん、あんたは一体どこに雇われてるんだ？あなたは知らなくていいことよ。近くて遠い国とだけ教えといてあげるわ。近くて遠い国、中国？それとも北朝鮮か？京子さんたちを殺したのはなぜなんだ？彼女は私を怪しみ始めてたのよ。SDECE の女は夜中に鉢合わせしたから仕方なかったの。鉢合わせしただけで彼女は殺されたのか。そうだ。拳銃は？拳銃はどこへやった？確かジャケットの右ポケットにあった。ちゃんと入っていることが上から確認できた。これは抜いて撃たれる前に撃てるだろうか。全然自信はなかった。そいつを立ち上がらせなさい。みどりさんはかまいたちを指さした。田中さんはまだ頭が朦朧としているらしく、しきりに首を振っている。僕は彼の脇の下に腕を差し入れると、一生懸命立ち上がる素振りをした。そしてみどりさんの死角になるように、微妙に右手の位置を変えながら、ポケットから拳銃を引き抜いた。田中さんの体をみどりさんの方に突き飛ばすと、素早く拳銃を構え狙いをつけた。つもりだった。ところが勢いよく突き出した手から拳銃はポロリと滑り落ちた。硬い雪の上をくるくると回りながら、みどりさんの足元に滑っていく。ドジー。寒さのせいだ。拳銃を撃つどころか、握って構えるだけの力もなくなっていたのだ。おやおや、子供がこんな物騒なもの持ってちゃいけないわね。お仕置きしなくっちゃね。みどりさんはマシンガンを僕の顔に向け、にやりと笑って引き金に手をかけた。僕は硬直したまま銃口を見つめていた。終わりだ、僕は死ぬ。でも死って一体なんだ？そんなバカなことを考えながら、じっとその死が訪れるのを待っていた。カチャカチャという小さな音が繰り返し響く。みどりさんは必死に引き金を引くのだが、弾丸は出ない。え？氷、あ、銃って氷つくの？あ、そうなんや。いや、なんかメタルギアソリッドではさ、あの、シャドウモセスみたいなところで普通にスネークバンバン撃ってたから、全くそういうの思わなかったけど、濡れてこういうとこいたらやっぱり氷つく、もんなんかな。凍りついてるのよ。早く拳銃を拾って。どこからかマリの声が聞こえ、僕は我に、でもそしたら私の拳銃も凍りついてない？みどりさんは舌打ちすると、マシンガンを僕の頭めがけて投げつけてきた。手でガシッと叩き落とすと、一瞬遅れて激痛が走る。拳銃が撃てるとは思えなかったので、僕は直接みどりさんに飛びかかった。予想外の行動だったのか、かわすこともせず、僕たちは激しくぶつかった。二人は絡まったまま雪の上を転がる。上になったのは、みどりさんだった。見上げると、え？シャキンという金属音がして、彼女の右袖から針のように細長いナイフが飛び出した。仕込みナイフ？その氷のように光る刃の先端には茶色く変色した血の跡がつい、あ、これでやったってことか。これで京子さんたちの喉を舞一文字に切り裂いたのだ。そして今僕の喉をバーンという銃声がして、みどりさんの胸のあたりが弾け、血しぶきが顔に降りかかった。彼女はそれをしばらく信じられないといった表情で見つめていたが、やがて糸の切れた操り人形のようにカクンと横に崩れ落ちた。マリが片膝をついた姿勢でまだこちらに拳銃を向けていた。
僕がよろよろと立ち上がると、やっと安堵のため息をついて駆け寄ってきた。これどうやって説明すんやろ、警察に。まあ、マリたちの立場考えたら、まあ、そういうこともあるわな、みたいな感じになるのかな。大丈夫？怪我してない？どうかな？わからないよ。見ると、マリの服はあちこちが破れ、顔には血がついている。とにかく二人とも生きてるみたいね。マリはそう言って、弱々しい笑みを浮かべた。その時、ペンションの方角からエンジン音がして車が近づいてきた。え？速度を落とすとギリギリまで来て止まった。誰が降りてくるのかと、あ、息を潜めて待っているとドアが開き小林さんが降りてきた。何してたん、ボス？ボス、無事だったんですか？彼はしばらく僕とマリ、そして死んだ緑さんとかまいたちを見比べてうなずいた。済んだようだな。一体今までどこにいたんです？俊夫さんも京子さんもあんな目にあったっていうのに。マリは怒りを必死で抑え込んでいる様子だった。犠牲が出てしまったのは残念だった。しかし仕方なかったんだよ。仕方なかったってどういうことなんです？小林さんはマリから目を背けながら言った。すべては裏切り者を見つけるための作戦だ。かまいたち関係ないってこと？裏切り者を？どういう意味です？マリは聞き返した。部内に情報を売っている人間がいるのは分かっていた。裏切り者の可能性がある人間をすべてここに集めた。かまいたちを捕まえるためと称してな。君も例外じゃない。称して。じゃあかまいたちは本当の目的じゃなかったっていうことなんですか？本当も何も、かまいたちなんてものは存在しないんだよ。あれは我々が長い年月をかけて作り上げた幻想だ。これさ、でもさ、関係のない人がかまいたち、その消去法でかまいたちに仕立て上げられてさ、田中さんみたいになっちゃうっていうのはわかることやんか。ちょっと穴歩くないか、この計画。幻想？幻想って一体どういうことです？だってかまいたちは現に。マリは田中さんを指差しながら絶句した。そこで失禁してる男か？あれがかまいたちに見えるかね？あれが誰だかは知らんが、かまいたちでないことは私が保証するよ。繰り返し言うが、かまいたちは我々が作り出した幻想なんだ。最初はただのギャグみたいなものだった。情報が漏れたようです。またかまいたちが出たというふうにな。いつの頃からか、そういった幻想を育てるのも何かの役に立つことに気がついた人間がいた。内部の人間にも外部の人間にも、かまいたちの存在を信じ込ませることができれば、いつかこういった形で利用できると考えたわけだ。実際その効果は予想以上だった。裏切り者を発見し、おまけに各国のスパイ連中を一網打尽にしたんだからな。マリはがっくりと雪の中に両膝をついた。小林さんは嬉しそうに言った。しかし君は驚くほどの活躍を見せてくれたな。いなくなった二人の穴埋めは十分にやってくれそうだ。ひどい。みんなを騙して、たくさんの人が死んだっていうのに、佐伯くんは巻き込まれるし。裏切り者一人を見つけるために敵側も含めて四人もの人間が死んだ。小林さんはそれを決して多すぎる犠牲だったとは考えていないようだ。そうそう、佐伯くんだったな。君も素人にしてはよく頑張った。少し訓練を受ければすぐにお国のために働けるぞ。どうだ、悪い話じゃないだろう。こういうのってでもさ、やりますって言わないと殺されそうじゃない。バキッと音がして小林さんは雪の上に尻餅をついた。マリと僕の拳が同時に小林さんの顔にヒットしたのだ。僕は自分の拳を信じられない思いで眺めた。殴ろうなどと考えるより早く手が出ていたのだ。マリも同じ思いのようだった。僕たちは笑い出した。小林さんもさ、一流のはずやのに、このパンチは食らっちゃうねんな。貴様ら何のつもりだ？
こんなことしてタダで済むと思ってるのか。あ、怒ってるわ。マリは平然と小林さんの横を通り過ぎ、彼の車に乗り込む。僕は困惑を通り越して、呆然とした表情を浮かべている田中さんに手を貸して立たせ、一緒に後部座席に乗った。一番の被害者。おい、何のつもりだ。それは私の車だぞ。マリは構わずエンジンをかけ出発した。まあ、歩いて帰っといで。疲労と痛みが全身を覆っていた。暖かいベッドで一眠りしたいと猛烈に思った。僕は田中さんに話しかけた。あなた、本当にかまいたちじゃないんですか？あんなに違うって言ったのに、誰も私の言うことを聞かないんだから。じゃ、何やと思ってたん？取引とか金とか。彼は涙ぐみ、鼻水をすすっていた。そう、でもあなたは取引を持ちかけたらそれに乗ったじゃないですか。一人でこんなところに来てるのも変だし、態度も怪しかったし。私はね、旅行雑誌のライターなんだ。一つ星とか三つ星とか、ペンションのランク付けをするために、客のふりをしてただけなんだ。それなのに、訴えてやる。こんなペンション絶対潰してやる。田中さんはだんだん激しい口調になり、最後は叫び声を上げた。じゃあ取引ってのは、金をやるから評価を上げろって意味だと思ったんだよ。そういう連中もよくいるからな。僕とマリは顔を見合わせ肩をすくめた。そんな取引を持ちかけられるほどの大きい雑誌なんかな。田中さんの書いてる旅行雑誌って。マリがクスクスと笑い始めた。なんてことだ。一番怪しい男は関係なくて、他は全員スパイだった。こんなバカみたいな話があるだろうか。ひどい冗談だ。ひどく出来の悪い冗談だ。全身をどっと疲労感が襲った。あ、でもこれ、スタッフロール流れてるから、シューではなく、カンやな。はぁ、これすごいね。いや、もうこれで一本分やん。だって、この中でも、見れてないエンディング多分あるでしょ。まあ、これが、このスパイ関係の、完結ルートやと思うねんけど、まだきっとあるもんね。まあ、分岐というか、ここかなって一つ思うのは、あ、これ二人入ってるわ、風呂、バスタブに。ここ分岐やったんかなって思うのは、小林さんを探しに行きましょうって言われた時に、探しに行くルートを選ぶっていうのがまた一つ大きな分岐かなとは思ってますね。